どうも皆さんこんにちは、のってんです。アイスクリーム、はい、今回はですね、じゃじゃーん、海外のサプライズトイ、アイリグモンスターズで遊んでみたいと思います。ビグダグビグダグ。はい、こちらアイリグモンスターズはこの中を掘っていくと可愛いモンスターが隠れてるよっていうサプライズトイでございます。実は1年ぐらい前にアイリグモンスターズは紹介してるんだけど、その時はね、なんかプニプニのアイスバーを掘っていくみたいなやつだったんだよね。で、今回はそのアイスクリームバージョンが発売されたということでゲットしてみました。これはね、なんかパッケージを見る限りプニプニっていうよりはふわふわのアイスっぽい感じだと思う。さあ、果たして今回はどんなサプライズが隠されているのか、早速開けてみましょう。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。アイリグモンスターズってことで、全体的にアイスクリームみたいな形になってます。で、見てここ、なんかね、ホロホロっぽいアイスクリームの上に玉が2つ乗ってるんだよね。1個は潰されてる、気になる。で、こっち側にはたくさんのモンスターズがいます。わ、すごい、パリピっぽい子とかキンキラの子もいる。お、この子は歯が出てる、めちゃめちゃ可愛い。今回ちょっとこの子狙いでいこうかな。歯が出てるパイナップルの子。あー、どうやらね、モンスターは25種類いるみたい。1/25、結構確率は少ないけどね。パイナップルの子狙っていきたいと思います。はい、ということで早速開けていきましょう。じゃあまずはあえてこっちから開けてみようかな。じゃあペリペリ剥がしていきます。まあ、なんか海外ペリペリ久しぶりな気がする。いけるかなこれ。イエーイ、ドロロチラーン、大成功、イエーイ。おー、なんかついてきた。バイバイ。で、蓋を開けるとじゃじゃん、なんか刺さってる。よいしょ。じゃじゃーん、ちっちゃいねじねじスプーンみたいのが入ってました。で、使い方は掘ったりすくったり潰したり混ぜたりだって。なるほど、じゃあ今回はこれを駆使していくってことだね。 OK。 で、これがラインナップ。じゃじゃじゃん。はい、今回のラインナップはこんな感じです。わ、なんか人魚とかバナナとか結構いろんなタイプの子がいるね。宇宙人っぽい子とか。あれ、ちょっと待って、私が欲しかったパイナップルの子、これ木だよね。木だよね、これパイナップルじゃないよね。ちょっと恥をさらしてしまったかもしれないな。よかったらパイナップルだと思ったよっていう子、コメントで慰めてください。はい、そして裏にもラインナップがありました。うん、みんな個性的。一応ね、今回もレアとかウルトラレアとかがあるみたいだから、せっかくだからね、レア系も狙っていきたいと思います。金の子とかリミッテッドエディションだからね、もうその名前だけでかっこいい、リミッテッドエディション。よし、じゃあ早速上の蓋開けてみます。ゴー、ちゃ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 、うわー、真っ白だ。そしてなんか臭い、変な匂いする。よいしょ、よいしょ。よし、じゃあアイス触ってみます。せーの、あ、待って、すごいふわふわ、やばい。みんなこれ、ね、多分みんなが想像してる 1.5 倍ぐらいはふわふわ、すっごいふわふわしてる。ちょっとこれは想像以上だったかも。めっちゃ気持ちいい。よし、じゃあさっきついてたスプーンで掘っていきます。おー、ちょちょちょん、あー、すごいホロホロ。なんかあれみたいだね、台湾かき氷みたいな、今話題のふわふわのかき氷あるじゃん、そういう感じ。ふわふわかき氷をどんどん食べ進めて、どんどん地面に落としていく。ふわ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 、一気に落ちた。一気に落ちたし、なんか出てきたよ。じゃじゃーん、すごい、なんか可愛い水色の子入ってる。え、これ何の子。よいしょ、おお、帽子に入ってる。じゃじゃーん、ということでやんちゃっぽい水色の子が出ました。いいね、いい表情してる。ちょっといたずらっ子っぽい感じ、たまらんね。うわ、絆創膏まで貼って、てかあんまりさ、リアルでこうやって十字で絆創膏貼る子っていないよね。1枚で十分な気がする。で、ヘルメットみたいのも一緒に入ってました。これ頭につけてあげるのかな。キュッピュッ。ん、あー、こういうことか、こういうことか。なるほどね。なんかない方がいいな。ない方がいい気がする。まあでも安全のためにね、一応ヘルメット大事なんで。よし。でね、もう一個この子のパーツっぽいやつ入ってるんだよね。これなんだろう。はい、なんかピンク色のパーツ入ってました。これね、よく見るとタイヤっぽいのがついてるんだよね。だからもしかしてさ、これ足にはまるやつじゃない？ローラースケート的な。よし、ここかな？いえ！ピュッ！おー、はまった！あ、なるほどね！ローラースケートを履いてるから、転んでも安全なようにヘルメットをしてるんだ。お、偉いじゃん、偉いじゃん！ヘルメット大事だからね。あ、ほらほらほら、よく見るともうヘルメットに傷がついてるもんね。この子転んだんだ！頭から行ったんだ！わ、よかったね、ヘルメットかぶってて。
みんなヘルメット大事絶対。なんかすごいいい言葉なんだ気がする。じゃあね、この子はなんていうお名前なのかラインナップ見てみようと思います。ちょっと予想してみようかな。ローラーサンダースみたいな。服に雷マークがついてるからね、ローラーサンダース。これどう？ローラーサンダース。はい、いました。スピーディージリー全然ローラーサンダースじゃなかった。スピーディージリーだった。スピーディージリー。あ、でもね、スピーディージリーなんとレアでした。やった、スピーディージリーレアだぜ。俺はスピーディージリーレアだぜ。よし、で、あと気になるのはこれだよね。じゃじゃん。はい、ちっちゃいアイスコーンと丸い玉が2つ。多分これは粘土アイスを作るやつだと思うんだけど、問題なのはこっちだよね。これパッケージにあったやつ。ちょっとね、どんな感じになるのか潰してみたいと思います。これが一番楽しみだったよね、多分。違うかな、私だけかな、楽しみだったの。あ、この大きい塊粘土はもう何にも入ってないわ。もう何にも入ってないよ、これ。よし、じゃあこのホロホロアイスの素をアイスの上に乗っけて、ホロ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 。ほろほろ抜けるとすごい大きくなる。ほろほろ。しんちゃんすごい。ほろほろ。ほろ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 。これすごい。ほろほろ。しんちゃんほろほろ。よし、じゃあまずは青いボールから乗せてみます。これ本当に一体何なんだろうね。よし、めちゃめちゃ硬い。めちゃめちゃ硬い。めちゃめちゃ硬いけど乗ってんなら悪。ええ、降りてなきゃ開けられちゃないね。よし、それポロン。おお、はい、こんな感じです。なんかね、触り心地としてはポッピングボアみたいな感じ。すっごいプニプニしてて、周りがね、膜で包まれてるみたいな感じかな。かわいい。よし、じゃあまずこれをここにポロ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 ン。落ちたね。あ、汚くなった。ここにちょっとこれね、青玉くんの家を作ってあげて。よし、いける。おお、いいね。で、次はピンクの方。これなんかアメちゃんみたいな形になってるね。よし、こっちもめちゃめちゃカットいい。めちゃめちゃカットいい。でも乗っては開けられる。降りれなきゃ開けられないね。じゃじゃーん、こんな感じです。なんかちょっともう液体出ちゃってるけど、まあ、これも同じような感じだね。ピンクのプニプニ。よし、じゃあね、早速潰してみたいと思います。さあ、果たしてどんな風に潰れるのか、いきます。せーの。あって、意外と硬い。もう一回、せーの。わーわー、せーの。手ばっかり、手ばっかり落ちちゃった。まあまあまあ、でも手からね、手から伝わり落ちるエキスはまだ美味しいと思うんで、手の汗入りエキス。でもちょっと嫌だな。じゃあもうちょっと手がベタベタのうちにピンクい方もやっちゃいます。せーの。うっ、うっ。みんな、全然違う方に飛んじゃった。すごい、見事にめちゃめちゃ飛んでる。うえ、手も汚いし。うえ。じゃあちょっとね、この周りの子たちに吸い取ってもらって、ってくれってね。うん、余計汚くなったぜ。やらなきゃよかったぜ。よし、じゃあもうこれ一回出しちゃって、プルプルこのまま混ぜてみます。それ、うわー、これ綺麗な感じになるのかな。っていうか、もうそもそもなんか液少なくない？あんまり色変わんなそうだよね。ちょっと色々不安が残るところですが、必死に混ぜていきたいと思います。わしょ、わしょ、わしょ。はい、ということでこんな感じになりました。ちょっとね、わかりにくいんだけど、ほんのりピンク色になったって感じかな。うん、例えるならピンク色のザラメを使った綿菓子の色って言おうとしたけど、なんかそんなこともなかった。ちょっと今の撤回します。間違いでした、ごめんなさい。まあね、思ったより色は変わんなかったんだけど、とにかく触り心地がホロホロでめちゃめちゃ気持ちいいね。キネティックサンドじゃなくてキネティック粘土って感じかな。こんな感じで握ると形は作れるし、ホロホロって崩れる感じです。よし、じゃあせっかくなんでね、このちっちゃいアイスも作ろう。イエーイ、美味しそうなアイスだぜ。やったー。あ、
あ、でもよく見たらコーンにまだ入ってる。ラッキー。よし、じゃあ2つ目開けてみたいと思います。さあ2つ目、あのパイナップルの子出るかな。あ、キノコバイバイ。せーの、ポン。あ、この辺は一緒だ。で、この中は、じゃ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 ーん。おー、真っ白。よし、じゃあ掘っていきまーす。いけー、ディグーディグーディグーダディグーダダグダグダグディグダディグダダグダグダグディグダディグダダグダグダグみんなこれ知ってるかな。なんかね、昔のポケモンでディグダの回があった時にディグダとダグゾリをね、こんな感じで掘ってました。ディグダディグダダグダグダグ。よし、あ、なんかそうこうしてるうちに赤っぽいの見えてきたよ。なにこれ、なにこれ。よいしょ、よいしょ、ディグダ、ディグダ、ダグダグダグ。あ、なんかさっきとちょっと違くない？さっきはね、こういう感じでプラスチックのカバーがついてたんだけど、今回はなんかがそのまま入ってる。え、なんだろうこれ。じゃあちょっと出してみまーす。せーの、じゃじゃじゃん。うわぁ、かわいい。じゃじゃーん、傘をかぶったレインボーの子が出ました。めちゃめちゃ可愛いね。しかもさ、これ傘頭にかぶってるんだよね。すごい画期的。あ、結構カチカチ。よいしょ。わー、可愛い。耳が大きい子だね。さっきの子と比べてみるとさ、よいしょ、ほら、全然耳の大きさが違う。すごいね、別の生き物なのかな。両方とも可愛い。で、ちょっとラインナップ見てみたいんだけど、この子なんていう名前だと思う？ちょっと私本気で当てるわ今回。で、やっぱ虹だからレインボー入ってると思うんだよね。で、傘だから雨、レイン、レインイレインボー。あ、めっちゃよくない？イン踏んでる。さっきの子も確かさ、なんかイン踏んでるっぽい感じ？うん、スピーディージリーだったんだよね。スピーディージリーとレインイレインボー。ありそうじゃない？さあ、今回の子の名前は、じゃ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 ーん。ドライパーバットでした。全然違う。ドライパーバット。まあでもね、この子も一応レアみたいでーす。やったー！よし、じゃあ、あとは、プニプニボールが2つとアイスコーン。よし、じゃあ今回せっかくだから、このドライちゃんに潰してもらおうかな。じゃあちょっとどいてもらって。あ、あとさ、さっきちょっと色が薄すぎたから、この粘土の部分減らしてみる。多分ね、それの方が濃い色つくと思う。よし、じゃあここに敷いて、その上に、卵を、めちゃめちゃ硬い。めちゃめちゃ硬い。けど、私、開けれます。私、だから開けれます。私しか開けられないですよね。よし。OK! で、もう一個。俺でなきゃ。な、これはもう、俺でなきゃ。俺でもダメかも。よし。俺もできた。ほい。よし、じゃあ、ジリちゃん、いけー！やったるでー！それでちょっとなんか汚くなっちゃって申し訳ない気分になったから、そう言ってくれると助かるよ。うん、大丈夫、あたいは洗えば大丈夫。出た、ありがとう。ジリちゃん、ちょっと後で洗うね。うん、ありがとう。ジリちゃんじゃない、ジリちゃんじゃない、ドライちゃん、ドライちゃん。あ、そっか、私はドライだったわ、間違えた。よし、じゃあまずまーす。ゴー。さあどうなる。さっきよりはね、濃い色になると思うんだけど、ドッ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 。あ、いいじゃん、いいじゃん。やっぱり濃いめだよ。はい、じゃじゃーん、こんな感じになりました。いいね、これ少なくして正解。めちゃめちゃね、可愛いサーモンピンクになりました。じゃあちょっとこれはね、ジリちゃんの、じゃあドライちゃんのアイスにしよう。よし、よし。はい、ドライちゃんアイスだよー。うん。ありがとう、ラテン。アイス嬉しいわ。よかった、よかった。あー、いいな、ドライちゃん。私も食べたいなぁ。いいわよ、ラテン、ジリちゃんにもアイス作ってあげて。オッケー。よし、じゃあドライちゃん、じゃあジリちゃんのアイスを持たせて上に乗せる。スロイ。わぁ、ありがとう、よかったわね、ジリ。うん、嬉しい。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。
出てきたモンスターちゃんたちはめちゃめちゃ個性的で可愛いし、謎の玉をプチって潰して粘土に色付けるのもとっても面白かったです。で、この粘土が本当にふわふわで不思議感触だから、スライムに混ぜたらどうなるのかっていうのをサブチャンネルでやってみようと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。こぼれた。